はい、ポジネガチャンネルです、はい、今日のポジネガチャンネルっていうのは、うん、安全保障とセルフディフェンスの話です、ね、で安全保障ってのは国だけじゃないってことね、うん、俺たちが自分たちで例えばハリウッドでまた世界中回って命をね守るってことね、命っていうのは、うん、保障されてるもんじゃないんだよ、国家っていうものがあって体制があるから保障されてるんだよ、うん、で世界中回ってる限り命の保障なんてないってことをね分かんなきゃいけないし、うん、それも含めて、ね、安全保障とセルフディフェンスの話をしたいです、はい、これは武術とかそういうことも含めて全部話をしたんでね、はい、世界の国の情勢これをポジと考えるか、うん、戦いをねネガと考えるかってことはみんなにちょっと真剣に考えてほしいんだ、うん、ね、まあとにかくキャッスルでの話もね含めて昔話でね、僕がやっぱりさ武術をやってることでどれが得したかって話も含めて聞いてみたいと思いますね、はい、はい、じゃあ皆さんちょっと変な、話題ですけど、はい、安全保障とセルフディフェンスポジネガチャンネルでいきます。でね、昔やっぱりね日本人ってさ体ちっちゃいじゃん、うん、でヘラヘラしてニコニコしててなんか弱そうに見えちゃう。でやっぱり俺が得したことってのはやっぱり武術をやってたから、うん、まずね小さい頃ねグアム島行ってその後ロタ行った時に、うん、16歳ぐらいの時かな、16、17ぐらい、16だったかな、その時にねやっぱりね少林寺始めた頃だったんだけど、まあ、柔道ずっと昔からやってた、うんうん、小学校から。それでそのロタ島の悪ガキどもに囲まれたことがあったんで一回、うん、まあその当時ある、うん、まあ、友達になろうとしてくれてて、うん、ロタ島はねアメリカ人はあんま好きじゃなかったの、で日本人好きだったの、本当日本人に親切優しかったんだ、うん、というのはその当時の昔の人たちがロタのそういう人たちとさ一生懸命軍隊やりながらね、うん、サトウキビ作りながら平和に暮らしてて戦火がなかったこともある、うん、だから年配の人たちみんな日本語喋れる、うんうん、そういうのがあった。それで降りた時でもさ、そのどう考えてもね俺がね朝練習してたんだよ、うん、で帯締めて、うん、ね、そしたらやってきて、それでおいおいちょっとそれお前俺によこせ黒帯をって、うん、ねえ、よこさなきゃいけない、ね、欲しいんだよ、とにかく黒帯なんて乗ったところには誰もないからさ。で教えてる人が一人いるんだけど、日本のね、うん、お相撲の土俵があって、なぜかその土俵のところでねみんなが誰かに教えてるっていうのが、グアムに空手を習ってる人がいて、極真空手、土俵で空手やってる、それで女の子で極真空手やってるっていうのが白人でいるっていうんで、うん、でその通り引き合わせにされてなんかしたんだ、うん、それでいやだめだよこれはね先生からもらったもんだからダメだよって言ったの、黒帯はあげらんないよって。じゃあこの女の子3人あげるからそれと交換して、そういうところなのだって。そんなこと言われてもびっくりしたよ。だからそう言われてもだって、マシア16歳のさ、うん、うぶいさね、その当時の柳田少年神田川さんが、うん、そんなのでね、どうせじゃあね分かったと、ね、あなたがそんなに黒帯あるだ、黒帯のある力を見てあげようと、うん、で力があるんだったらあげてもいいよって言って、勝利ってそういうところあるから、俺の腕を、うん、君の体の大きい体で腕をねじってやってごらんって言って、うん、それから俺は逆後手ってのでひっくり返しちゃったんだよ、うん、ね、それをやったら痛いんだ少年のさほいで完全にもう負けして入るわけ、それからもうずっとついて回った、うん、で俺は何の意地悪もされないところが楽しくさみんなと一緒に泳いだりなんかして遊んで、うん、もう英雄のように帰ってきたのが16歳だった。でそれ以外もね、キャッスルに初めて入った時でもさ何でもそうなんだけど、うん、やっぱりさ中国人、アジア中国じゃない、要するにさロシアの参謀やってそうなとかさ、グレーシーやってるっていうさプーチンにそっくりなやつがやってきて俺グレーシーやってるんだよどうのこうのってそんな威張ってたんだ、あそうじゃあちょっと俺と一緒にやってみようかっつってひっくり返して痛い目をしちゃったでしょ。それから言わなくなった、それからもう寄らなくなった、まあ、仲いい、要するにもう嫌だ、怖い、痛いから嫌だ、怖いから嫌だって、うん、それぐらいね。それで俺はそこを見たとき、柳田強いなっていうことになって、ボディーガードボディーガード待ってくれた、うん、で2人とも2メートルぐらいあるさ、ナジーと黒人のねカメラマンと、ナジーとあとドアマン、ドアマンじゃないよあの時は、あれだもん、アイスマクドナルド、ああそうか、うん、それでボディーガードしたで、いればいいんだと、で体の格好してるだけで周りに手がしないから、うん、いや、それぐらいやっぱあるの。でね、これは今個人的な話と自分のセルフディフェンスの話したけど、うん、当然ねブルース・リーも言った、うん、どんな覚えたって銃があったら負けだ、ガンで終わり一発、うん、ダーンこれダメだ、うん、そうか、で俺もそう思う、うん、だからやっぱり俺が空手をやってるから素手では、空手じゃないけど空手もやったけど少林とか柔道とかやってたから、うん、挑んでこないけど、銃持ったらナイフ持ったら変わるでしょ、うん、だからそれに対して俺は巨大なナイフを持ってるの、要するにあるじゃない巨大なナイフね、というのは結論的に言うと、うん、クロコダイルダンディが持ってそうなナイフを1個持ってるから、うん、誰かがバタフライナイフ見せた時バッと見せたら絶対戦いたくないよ。そうだよ ね、 そうね、でどんな相手がもナイフ持ってても俺が銃持って銃見せたら戦いたくないでしょ、うん、だから結局抑止力ってそういうことだよ ね、 そうだよね。で日本がさ北朝鮮単独で攻められる核ミサイル持ってるの、うん、
絶対攻めないでしょ、うん、アメリカでさえ攻めないんだよ、うんね、だからその意味がないからな。どういうことか考えた時に反対してる人間はそもそもおかしい、ま、ずおかしいよね。何にも知らないだけね、うん、反対してるだけ。別に使うわけじゃなくて使わない戦争しないために持つってことは分かんないと、うん、でね、世界の国回れば分かるけど、うん、ピースボートの諸君分かるでしょ。世界はあでもピースボートってね嘘の通訳つけたから俺はもうそれ知ってるんだけど、結局平和を望んでないんだよ。これを分かんなきゃいけないの、うん、イスラム圏の貧乏な人間とかさ、例えばさアフリカの人間たちはずっと迫害されて貧乏な生活がし、うん、もう虐げられてるわけでしょ。例えば日本は農家はあの地主がさ土地を持ってるんじゃなくて耕作人が持ってるけど、うん、世界の国は土地持ってないで地主を持ってるんだから、うん、ね、うん、そういう中でそういう人間たちが何とかしたって革命したいと、革命に血が流れるのは当然であって、うん、血を流すことが大事だって言ってるのが革命の精神なんだから、うん、あとやっぱりさ、うん、なんていうかこうひどい目に遭わされてきた人たちと私たちみたいになんかこう守られて平和の中で生きてる人とはやっぱ考えが違うから、動物愛護さ、それこそさアフリカとか行ってさライオンと握手してさ食われちまったらどうなんだよって、ね、うん、だからあとね人を恨む気持ちって必ずあるの、うん、だからあのアメリカを恨んでる国はたくさんあるわけで、ね、うどうしようもないんだよ。で恨まれた方はどうしたらいいんですかって、例えば韓国に日本は恨まれてるね、うん、なんか知らんけど、なんか知らないけど ね、そしたらはいそうですかって、じゃあ全部全てを差し上げますなんてやらないよ。やるわけないよ、ね、韓国なくなってもいいけど日本大事だから日本残ってほしい、うん、それだけで、ないと、うん、韓国人も同じこと思ってる、うん、で韓国人は全部日本人は韓国に従って韓国の祖国になってくれって言ってるんだ。超嫌なこと、ね、ふざけんじゃねえって言うんだよね、うん、みんなそうよ、みんな仲いいよ、ユーフォー人だって、まあ、ウンゲルリーだってみんな仲いいよ、ハンソルギーだって、でもやつらはそう思ってるのやっぱり、もう真実だから、ね、だからやっぱりそういうことを考えたって、やっぱり身振り厳しくしないとダメだな、うん、韓国に対して日本は。だからね、世界は侵略っていうのがあって、今でも侵略の歴史があって、日本は侵略しやすい最高のものなの。なぜならば、うん、日本に入っているそういう人間たち、それが中国韓国とかさ、その、ね、北朝鮮じゃないんだよ、韓国だから、ね、中国ね、韓国だよ、うん、それを分かって、あの在日だったね福島みずほとかさ、うん、あんなにさ陳哲郎、うん、福山哲郎とかあんなのに一票入れてるやつバカですよ、だよ ね、入れてるやつ反論あったら俺に直接だって話する、知事慎重の虫だよね、うん、そう、俺は力で相手を倒せ、例えばでもさ今最近さなんだっけミノモンタ、うんうん、トリケラトプスに可愛がられてるさ、なんかわけのわかんないさ猿岩石みたいな顔して人間眼鏡かけた、うん、あいつなんかがさ俺はこうなんだからって時に、あたちなんだよお前文句あるのかって言って、うん、で根性あるんだったら表出ろぐらい言ってくれって本当。そうだから大山さんをちょっと、そうだから喧嘩とかそういうものを悪いっていうのはね、うん、悪いことを言った時でも力でそれを直さないでしょ、俺は力で直したいと思う、うん、でそれは政治の中で安倍さんが今力があって認められてて正しいと思ってるからなんだから、うん、それが安倍さんが暴力を振るってないけど、うんうん、だからもうそれを考えてさどうするかってやんなきゃだよ、ま、人気があるんだからしょうがないですよね。そうだから個人がね、だからその私的に暴力を使うか使わないかで、日本は軍事とかそういうものを私的に世界の政府に使わないんですもん、うん、使うようなことができないようにできてるし、世界がそれを認めないから、うん、だけど日本を守るっていうセルフディフェンスの考え方は絶対ポジティブに持たなきゃいけない、うん、核も持つべきです。持つべきだね。そうだから新しく開発したら大変だから、今ね核の設備いっぱいあるわけだから、それでアメリカからも買えばいいじゃん、うん、買えばいいんだよ、それは貿易摩擦もなくなるんだから、アメリカがね売ればいいんだよ、だけどこったね、うん、だから原子力反対してるとかそういうバカもバカ者もいるんだよね、うん、原子力知らないで、うんね、あれがどんな放射能被害だかとか、でも止めたって同じなんで、使い切るしか方法がないってことを分かって、そろそろバカも休み休み言ってほしい、ポジネガじゃないみたいな、ね、そうでもね俺のねこのラジオってね言いたい放題言い過ぎちゃうから、うんね、右も左も俺のこと嫌いなっていっぱいいるけど、でも世界を出て分かるぜ、うんね、行ってみないイエメン、俺言いたいイエメン行けば分かるよ、それこそ、ね、ソマリア行け、みんな船で行け、ね、いやあんなとこで住めないな、生きていけない。ピースボート乗ってる人たちにもはっきり言うよ、ピースボートはピースボート団体が船に乗ってるさ人たちみんな嘘ばっかりついてて動いてたから現場知らないんだよ、うん、俺みたいに俺は要するにさチャットをさ自衛隊ってやってるような人間だったら全部出るけど、うんうん、それを考えてねやってほしいなと思うの、うん、それこそ一つぐらい船沈められば分かるんだろうけどね。だから中国ははっきりとさ日本をもう絶対取るって言ってるわけだから、もう北海道は日本の領土じゃないって言い始めたんだから、もう本当にだんだんそんな奴らと仲良くできますか、うんできないね、そう言わないんだったら仲良くできます、うん、だからお互いだからお互いの国で言うのはいけないけど、ね、お互いの国で言うのは自由だよ、だけど日本に来て言うな、これだけ
ったね。ね、中国で言ったら構わない。韓国っていうのが日本で言うな。これだけですね。ね、そういうのを反日って悪いことですね。はい、言いたい放題じゃなくて言いました。はい、個人願いです。また来週です。さよなら、次は日本。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。